あ、あ、あ、どうも、皆さん、こんにちは、急遽ょ、ま、本当は取るつもりなかったんですけど、なんか、そのゲームやってる時に、そのセンター試験大変だよねっていう話が出て、ちょうどその時に、その僕がセンター試験の時、どんな苦労をしたかみたいな話をしたんですけど、はいまあ、それについてね、うん、ちょっと話そうかなあと、10分ぐらい、あの皆さんは、何のためにセンター試験を受けてますか <laughs> ま、大学に入りたいからだと思うんですけど、 うん、じゃあなぜ大学に入りたいですか <laughs> そう、まあ、大体8割ぐらいの人は、まあ、いい企業に入りたいいっぱいお金稼げる企業に入りたいからってことだと思うんですよ8割ぐらいで、まあ、残り2割ぐらいは本当にその大学でしかできない研究があって、うん、そこに好きすごい好きな教授がいてとか、うん、そ,そこの研究室でしかできない研究があるとかそういう人が2割ぐらいいると思うんですけど うん、あのその2割の人はお帰りください、<laughs> ちょっと、あのね、もうその2割の人がセンター試験失敗してたら、僕は何も言うことはないです、<laughs> もうあの浪人してでも頑張って勉強して、その大学に入ってください,、はい、なので、もうその人たちに言うことはないんですけど、まあ、残り8割の、うん、まあその、いい大学に入ったら、いい企業に入れ。 その,その流れでいい企業にも就職できてお金いっぱい稼げると思ってるそこのあなた <laughs> でなにもかかわらず受験に失敗してしまった、まあ、センター試験に失敗してしまった子ここにちょっとね今回喋りたいことがあるかなと、うん、そう、まあ、つまり学歴が気になってるわけじゃないですかそれって <laughs> で、学歴がねどこで生きてくるのかっていう,いうと、まあ、今も言った通り就職なんですよ、うん まあ、さあの履歴書とかエントリーシートって言うんだけどそれに出身大学どこどこで何々学科でどんなこと学びましたみたいなこと書くんだけど、うん、そうまあそういうことなんですけど、うん、でねじゃあその大学有名企業への就職就職率ランキングってものがあの公,式公式というか,なんかその就職サイトとかの調べで出てるんだけどじゃあ有名企業に受かる大学ってどんな大学だと思いますかうん まあ、そのセンター試験でそのおかいっぱいお金稼げる企業に入るための大学に入るためのセンター試験ってことはそのいい企業に受かりやすい大学にを受けるべきじゃないですか <laughs> その残り8割の人は、うん、どんな大学が有名企業に受かりやすいか分かりますか <laughs>、まあ、多分高校生の皆さんはまた8割ぐらいの人が偏差値が高いだと思うんですよおそらく。<laughs> 多分,多分ね入試難易度が高くて偏差値が高いみたいなま正解といえば正解なんですけどちょっと違うんだよねそうでそこでまそんな皆さんに見てほしいのがこの数字なんだけど83%何の数字か分かりますが <laughs> 質問形式にしていくと話が進むんですよ <laughs> この83%っていうのがあのですねちょっと聞いてショックを受けないでほしいんですけど有名企業400社 うんまあ、いわゆる一部上場みたいな、そういう、もうなんかすごいお金いっぱい稼いでるよって会社に入ってる大学の83%があの、都会の大学です <laughs>、まあ、今、ざっくり言ったけどね、都会でそのう,うち、内訳として、あの56%が関東、うん、で20%が関西、で残り7%が、まあ、名古屋周辺。うん ちょっとね僕、驚いたんですよ、まあ、そんなことだろうとは思ってたんだけど、すごい驚いて、うん、すごい就職、有名企業に就職しやすい大学って、やっぱ都会に集中してるんですよ、特に関東で、ね、たかもう関東、このランキングのうちの半分は関東の大学だから、<laughs> 50社あったうちの2、違う、50大学あるうちの25大学、東京だったんですよ、28くらいかな。 実際これがねどんな大学かっていうとまあこれ検索したら出てくるんですけど、うん、こんな感じになっておりますまあ一部新潟とか北海道とか福岡とかまあってるんですけど、うん、まあそつまりどういうことが言いたいかっていうとちょっとね俺がすごい受験の時これ失敗したなってことがあって別にその大学を悪く言うわけではないんだけど <laughs> 俺あの結構さ あの僻地だけど偏差値55から60ぐらいのちょうどいいなんか勉強頑張った人がそのプライド折れないぐらいのレベルで入れる大学ってあるじゃないですか <laughs> その地方に、うん、僕福井と福井県とどこだった長,長,長野県にある某国立大学を、まあ、滑り止めって言ったらちょっと調子乗りすぎかもしれないけど、うんまあ、でもなんかその第一志望ダメだったら うん、そこにしようかなって考えてたんですけど、うん。<laughs> じゃ福井県も長野県もこのランキングに入ってないんですよ。<laughs> でも大学的には偏差値58とかさ、61とかさ、うん。そんなすごいね。うん。なんていうか、高校生がよく見がちなところの数値は高いんですよ。はは。 そして多分ねその県の地方の仕事だったら就職率高いんですよ、うん、ただあなたがその例えばそのセンター試験でいい点数を取ったらお金持ちになれると考えてる人,人だとします <laughs> だとしたらやっぱり地方就職だとなかなか単価が上がらないわけじゃないですか給料の、うん、そうなってくれるとやっぱり就職という手でお金いっぱい稼ぐんだったら有名企業 一流企業と言われ,言われているねホワイトな企業に入社し,していかなければいけないわけじゃないですか、うん、だから何が言いたいかっていうとでこれよく見てほしいんだけど実はそんなに偏差値高くない大学も混ざってるんですようん。これ見れるかなちょっと待ってね偏差値は書いてないわ <laughs> ごめんなさい偏差値は書いてないけど、うん、例えばまあ本当ディスってるわけじゃないんだけど この柴浦工業大学とかこことかって結構手ごろな難易度 <laughs> その偏差値的に見ると結構手ごろな難易度なんですよでも15位だよどういうことか分かるそのまあ早稲田とかはさすがに上にいるけど、うん、そんな芝浦より下の大学に同志社京大とか芝浦より兄弟の方が下にいるんだよどういうことか分かるもうそれだけでも関東と関西のこの就職力の違い みたいいななものが現れてるじゃないですか、うん、そうなのでねちょっとこう受験失敗しちゃって例えば、うん、だもっと言うとだから宮廷大すら地方にあったら就職大変ってことなんですよこれは <laughs>、うん、まあ一概だただな,なんで偏差値が高ければ就職に有利になるのが全く関係ないと言えないかというとあの東京に東あの都会に偏差値の高い大学が多いからです。 <laughs> そ,うあのそれはもうね結構大学受験とかって人気度で偏差値変わるんですよ、うんまあ、それは応募者数が多ければさその上積みを、うん、上積みが受かるわけで <laughs> 1万人いる中の、うん、100人受かるのとさ1000人いる中の100人受かるんではさ難易度が全然違うわけじゃん <laughs>、うん、そうだから立地がいいとかそういう理由で難しくなってたりするんだけどまあでもうん まあ、ある意味だから東京って立地がいいからそれで難易度が高い大学も多いから偏差値が高いイコールいい企業につけ,そうつける可能性も高いっていうのはいニアイコールぐらいだねイコールではないけど、うん、そうだからねちょっとまあ俺は個人的には東京にあんまり人口を増やしたくないんだけどでも、まあ、やっぱり大学受験を受ける皆様のようなね優秀な方々 <laughs> まあ全ー試験失敗した人向けに喋ってはいるんですけどうん。 で,でも優秀な方々にはぜひね、うん、ちょっと東京の方に来ていただいて <laughs> あっせん人ジョイジョイセックスになってますけど風俗あっせん人ジョイジョイセックスみたいになってますけど、うん、ちょっと皆さんを田舎少年を東京に連れ出して風俗にあっせんする男ジョイジョイセックスとはこの俺のことだぜみたいないやそういうわけじゃないんだけど、うん、あのこれガチでちょっと就職あのやっぱお金稼ぐことを目的としてね そこまで考えて大学受験してるのであれば、うん、本当にやりたい研究がなくてで漠然と何か偏差値高い大学入ったら幸せになれるんじゃないかなみたいな、うん、っていう考えてる人は多少偏差値下がってもいいからじゃあやっぱ都内の知り入りやすい私立とかちょっとお金頑張って奨学金とかで借金して <laughs> まあお金のことはね僕も人にあんま言えないですけど、うん、僕も借金してたんで。 しかも親にお金出してもらう人とか人の家庭に俺かあの口出しできないからあんまり言えないけどでも多少お金払ってでもねやっぱ都内の大学、まあ、関東のであればあるほど、まあ、就職率いい就職率を叩き出してるねいい企業にいい企業有名な企業がいい企業かっていう話をし始めるとまだ難しいんだけどでも大きな大企業に就職してる確率はやっぱり都会の方が高いんですよ明らかに。うん まあなのでそのもしね結構そのな俺が悩んでたのはその例えば福井とか長野とかのちょっと偏差値57とか、うん、なんか結構東京のわかよく分かんない私立行くぐらいだったらそっちの方がレベル高いかなみたいな田舎の国公立みたいなところと悩んだりするんだよ <laughs> 分かんないしてる人がいたらねもし出願するときに悩んでる人がいたら、うん、正直なんか。 宮廷ですら地方はそのい大企業に就けるか大企業に就職するのはかなり難易度高い、うん、北海道大学とかのなんか視聴者とか友達とかもいたけどめちゃくちゃ苦戦してるみたいだし <laughs>、あのー、セコマのカツ丼あいつ多分北大だろう分かんないけど <laughs>、うん、あいつもなんか就職怖いとか言ってたし、うん、そうあのマジで 別にこれは地方の大学にもうすでに入ってしまってる人をディスってるわけではないんだけどこれから入る人はもしね、その地方のレベルの高い大学と都会のちょっとレベル低いかなって大学で悩んだら就職のことを考えるんだったら都会のレベル低い大学の方が受かったりすあのいい企業につけたりするよってことだけちょっとここを1つね、うん、1> これマジのアドバイス。だから、 つまりどういうことかっていうとセンター試験が第一志望ほどではな,な,なかったけど第二志望にするにあたってちょあの自分の第二志望限界ぎりぎりで出せる、うん、ちょっといい地方の国立に出すのか、うん、ちょっと自分の点数よりさらに悪くならもう本当ガチの滑り止めみたいな大学になるけど東京に出すのかみたいな、うん、悩んでる人は、うん、なんか東京就職のことを考えたら東京の方が。 うん、就職強いいよっていうことです <laughs> もう12分も話しちゃったうん、なんで強いかっていうのもねあるんだまあその大学の就職かん就職支援課みたいなのが強いってパターンもあるんだけどやっぱ単純にねあの都会にいたらねその職場見学とかその職場説明会とかめちゃくちゃ参加しやすいのなんかよくさ そのツイッターとかで俺50社落ちたわーみたいなわけわからん文系のやつみたいな例が出てくるけどガチでそのぐらい受けれる、うん、都会にいれば、うん、ただやっぱり北海道とか、ね、九州とかだとねもうなんか3国くらいしか1年で3社くらい、まあ、それは言い過ぎだけどでもやっぱ面接とかになると東京の本社とかまで呼ばれるから東京の企業ね、うん、そうもちろん地元にあるお菓子会社とか電力会社とかに勤めるんだったらいいけど やっぱり日本に存在する企業のほとんどはやっぱり都会にあるんですよ <laughs>、その本拠地が、うん、その営業所とか工場は田舎にある大企業もあるけどね、うん、そうだからやっぱりその田舎で受けられるその採用試験の限数に限界があって全然受けられないんだよ、マジで。本当にね 採用試験って、もうせ、で、採用試験のセンター試験と違うところは別に頭良くても受かんないときは受かんない。もう合うか合わないかだから、受けまくるしかないんだよ。そう。人と人とのマッチングだから。うん。やっぱりだからいっぱい数受けれた人の方が自分に合う職場で、かついっぱいおい,いお,お給料をもらえる会社に行ける確率は高いんだよ。そう。だから、そのあんまりもう東京にさえ住んでれば、そこまで学歴気にしなくても、 その人と人とのマッチングでその行動力、うん、その何社も受けるメンタルと行動力さえあれば、うん、いい企業に巡り合える確率は田舎より確実に都会の方が高いんですよ。うん、そうなのでもし、うん、地方国公立地方のハイレベルな国公立と、うんうん、東京の。 ちょっとレベル低い私立とかで迷ってるんだったら俺は東京の方がおすすめしますというかむしろセンター失敗したんだったらせっかくだからもう東京の変な私立でもよくねみたいな感じで出しちゃってもいいくらいなんか変に後期試験まで粘ってその地方の国公立に行く価値があるのかっていうもちろん勉強したい人とかそこで学びたいことがある人は別だよただ ことをいっぱいお金稼ぎたい就職いい就職企業に就職したいって考えてる人はその,その勉強が必ずしも何て言うか生きるかどうかは微妙だよねっていう、うん、なんかあんま勉強しないで東京の私立入った人の方がいい企業 <laughs> 就職してたりするかもしれないし、うん、まあそうデータとして出てることを、まあ、淡々と喋らせていただいたんですけど。うん まあ、いわゆる有名企業と言われている、うん、お金いっぱい稼いでる会社はあの都会に多いということでセンター失敗したんだったら、まあ、そ,そこで、ね、ネガティブに考えすぎないでねいや俺は浪人,してでも浪人してでも偏差値高い大学入らなきゃいけないんだっていう考えている人いるかもしれないけど正直、お金いっぱい稼ぐ,んだったら稼ぐだけだったらそんなに偏差値は関係ないかもしれない。 うん、それもちろん最善なのは東京の一番偏差値の高い大学、まあ、東京で偏差値と就職率が高い大学に入るのが一番いいけど、ね、だからこれは東京工業大学だけど <laughs>、まあ、それ一番いいのはもちろん東京工業大学に入ることでただ東京工業大学は多分彼女できないよ <laughs>、うん、一橋大学とかがいいんじゃない、うん、もちろんとだから一番いいのは東京の偏差値高い大学だけど、うん、そう。 まあなんかその地方と東京とかで迷ってって地方にその偏差値的な偏差値の高さっていう魅力があるんだったら本当にその偏差値の高さは魅力なのかどうかっていうことを再び考え直す考えてみるとよろしいのではないでしょうか <laughs> まあ、一概に僕の言ってることが正解とは限らないんで、うんまあ、皆さんの人生はやはり皆さん自身で決めていただいた方がいいと思うんで。うん まあ僕は東京に皆さんが来ていただければ歓迎しますよ。<laughs> おいでー東京においでー <laughs> じゃあお疲れさまでした <laughs>、うん、そうだから偏差値で偏差値の高い大学入んなきゃ幸せになれないのかって悩んでる人はそうじゃないってことだけ伝えさせてくれ今回何回も言うけど、うん、別にそうじゃ偏差値そんな高くなくてもそう東京にある 理系の私立だからっていう理由理由まあその大学内での就職支援も強いんだろうけど、うん、そういう就職の意識が高い偏差値高くないけど就職の意識が高いみたいな大学もあるからこの表を見てそうこの表の中で入れそうなところを入ってみるとらどうハ芝 <laughs>、うん、浦工業とか俺こんな高いと思ってなかったわ <laughs> いやいや,いや俺あそこ優秀とは聞いてるんだけど うん、でも偏差値で言ったらそんなね兄弟より上にいるんだぜ就職率で言ったら、うん、しかも有名企業への就職率だからねあの就職できないろくでもないやつらを無理やり変な中小に入れてるわけじゃないよこれ有名企業400社にアンケート調査をした結果ねまあ <laughs>、うん、有名企業の内訳はちょっとソース元を検索して見てもらいたいけど、うん、じゃあお疲れ様でした、うん まあそんな感じで、まあ、センター失敗してもそんなに、うん、別に偏差値ちょっと低いところの大学に入ることになっても、うん、都会の大学だったら気に病むことはないんじゃないかという話ですじゃあお疲れ様でしたガチのアドバイスだぞこれ <laughs> さよなら